こんばんは、パチョー店です、はい。今週はベレアマックス荒尾店にやってまいりました。はい、はい、大好きな自腹バトル。さあ、今までの、結果なんですけれども、第1位は怒涛の快進撃を続けるニューフェイスメメオ、なんとプラス157,400ポイント。第2位はドラゴン、メメオに1位を阻まれるも安定のプラス55,400ポイント。第3位は壁2位、プラス22,500ポイント。浮き沈みの激しい壁2位ですが、今回の立ち回りはいかに。第4位はユミちゃん、プラス13,000ポイントとプラスをキープ。第5位はパーマ鈴木、こちらはなかなかプラスに持っていけない、マイナス17,000ポイント。そして第6位はやっぱりこの人、パチオ、マイナス55,000ポイントとぶっちぎりの最下位。今回こそは頑張ってくださいね。にぎわってんですよ。そうなんですよね。なんかどういう作戦でいくか決めてる、みんなちまちましたのが嫌なんですよ。だけど新しい信頼気になった、ちょっとこうなんか波の荒いやつ、ここはちょっといこうかな。なるほど。マイナスの鈴木君。はい、僕はもう相変わらず。そうだね、はい、相変わらず行こう。ユミは、まあ、私はもう好きな自分の騎手を打とうかなと思って。好きなやつ、いいね。ドラゴンはマックス騎があるうちはマックス騎で全部行きます。男らしいね。メメオ、僕はもうマックスじゃなくてミドル、ライトミドルでちょっとずつ刻んでいこうかなって。こいつ逃げる気だ。もう守りに入ってもう逃げる気だ。俺はね分かってますよ、大体。もう大体分かってます。大体分かるんです。大体視聴者の方もみんな分かってます。大体分かりますね。それで行こう。で、まあいつものようにね、はい、今日のこの試合再会議の人には温泉あげちゃいますか。これのかなりのダメージなんですよね、これね。温泉です。まあというわけで時間がないので、はい、大まくりがあんのか、それとも逃げ切りがあんのか、楽しみです。今週も頑張るぞ。よし、まあ、まず今日の作戦から言うとね、まあ、信頼機を打って、なおかつ連チャン率が高い台で、それから2000発出る台を考えると、今ねこの上手でね、どこのホールさんでも結構ね、まあ持ってるとこは少ないと思うんだよね。でも履いてるとこは結構履いてる台なのよ。でそれで、まあちょっとまあ一撃性を狙うという意味でやってるわけですけど、なんと2500ポイントでここ800ハマリの台を打ったらね、2500円200ポイントで当たったわけよ。ね、2500ポイントで当たったのにもかかわらず2連チャン諦めてたところが4連チャンで、白打ちなんでよく意味がわからない。投資2500ポイント。作戦が功を奏し、信頼機のミドルタイプで連続大当たり。天出地並みに当たります。ということで、まあ今日はスロットは、まあ、諦めて、まあね、結構爆発力のあるパチンコで、今日は勝負したいと思います。で、まあ、筋肉マンにしました、まあ、マックスタイプなんでね、初当たりがどのタイミングで引けるかっていうところがあるんで、ちょっと頑張ってみたいと思います。マックスタイプのルパンを実践中のドラゴン、先読み演出のスペシャルゾーンに突入。最
最初ホクト行ったんですよ。で最初ホクト行ってちょっとルパ打ってみたいなと思って今試し打ちの段階です。一打ラッシュ、俺に任せな。回るんでちょっともうちょっと打ってみます。とりあえず、前回北斗で大勝ちできたんで、もうここはもう安全策でこうね、金出地とか行くよりもさらに勝ちを重ねてメメをまくりたい。とにかくね、俺はずっと曲げっぱなしなので、勝つためにもルパンかド根性ガエル、もしくはこういったホクトを狙います。でただ今めちゃくちゃついてない時なので、いい台に当たればいいんだけど、ちょっとねこれ非常に回ることに気がついて、ちょっとこれで頑張ってみます。これいくよ俺。はい、まず今日の作戦はとりあえず、まあ、今まで結構いい感じで勝ちできてるんで、今日は確率の甘いダイブを狙いながら、またこう勝ちに持っていけたらなと思って、今日はこの199分の1のしかも寝台の宇宙戦艦ヤマトを打ってみてるんですけど、パネル空間で、うわー、すごいな今の話。
ベルエマックス荒尾店で自腹バトル、総合で1位を独走中のメメオですが、どうしようかな。スロットコーナーをちょっと見に行って、まあちょっとこう頃合いのいい台があればそれを狙ってみるのか、もう吹っ切れてマックスを打つのか、ちょっともう一回作戦練り直します。当たったな。北斗の拳天照百裂を実践中のバチ王、次回予告からケンシロウとシンのバトルリーチに発展。90% の加速ラッシュ、どこまで大当たりを継続できるのか。いやマジで紅白飲まれるかと思ったよ、マジで危なかった。とりあえず今日は勝ちです。その勝ちがどれぐらいになるかっていうところよね。これは当たります。
このジョーズのね、このラッシュ集中がこの時はね、ね、意外と保留球もこういう演出も赤文字も意外と信じれるかもしれない。まあとにかくかかればなんとかなるけど、なかなか連チャンしない強敵。おい、おいおいおい、ちょっとこれやばいね。ここがもう開かなくなったということはね、ここ通してもこれが開かない、ほらもう負けなんだ。勝つかな、わからんね。エンディングでね。結果発表。よし。さあ、どうだったかな。はい。じゃあもうサクッと発表しちゃいます。発表お願いします。はい。今回の第3戦ですね。結果第1位は壁に投資が2500ポイント、そして回収が3万3800ポイント。よってですね、プラス3万1300ポイントとなってます。少ない投資で大当たり。まあ少なくて ね、こういう時に大勝ちしたい、メメオ君みたいに大勝ちしたかったんだけどね、それは無理でした。で第2位はユミちゃん、投資が2万9500ポイント、そして回収が4万4000ポイント、はい、プラス1万4500ポイントです。投資がかなりいっちゃったんですね。そうですね、そうだな、はい、でもさすがだよ。はい、3位は、さあそして3位はイエーイ、投資が4万ポイント、そして回収が3万6800ポイントということで、マイナス3200ポイントです。全然 A じゃねえ。3位からマイナスやつ、やばいな。3位からマイナス3000ポイントなんてないも等しい、うん、俺から言わせないも等しい。でもよく4万ポイントも使ったと思わない。そして第4位、パーマさん、投資が9500ポイント、そして回収が5800ポイントということで、マイナス3700ポイント。あんまり変わらないですね。どうしますか。これもう完璧だよこれ。おばちゃんのパチンコ打法じゃないのこれ。さあそして第5位はめめおくん。投資が1万8000ポイント、回収が0ということで、あららららマイナス1万8000ポイント。どっか缶コーヒーどっか飲みながらどっか隠れとったら歌って、ちゃんとゆっくり打ってた。まあまあまあでも最初に言ったようにミドルとか回って、まあ最初ミドルライトミドルを攻めてたんですけど、これじゃいかんと思ってマックスに。わあ、そうすると最下位はドラゴンさん、おや、投資が2万1000ポイント、回収が0ということで、はい、マイナス2万1000ポイント。これね、やっぱマックスに絞ってるとやっぱもうどうしてもね、当たらないっていうだけでもう終わっちゃう。顔色悪い、うん、顔色悪い。大丈夫だ、大丈夫だ。当たんないですよ。当たった、当たんないですよ。まあまあでも待てよ、え、そしたら総合順位はどうだった。はい、総合順位ですね、第1位、めめおくん、そらそう、マラさん9400ポイント、まだまだね、はい、はい、そして第2位は壁に5万3800ポイント、きたきた、抜かれちゃった、抜かれちゃった僕が、はい、そして第3位はドラゴンさん、まだまだ全然大丈夫、はい、プラス3万4400ポイント、まだ、はい、そして第4位はゆみちゃん、はい、プラス2万4800ポイント、プラスだから、プラスです。さあそして第5位はパーマ鈴木さん、ここからマイナスです、マイナス2万700ポイント。2万のぶっちぎりじゃないか。勝負ならねえ。でということは、ということは、ドベは最下位はですね、パチをマイナス
じゃあ200ポイントですね。鬼になってます。顔が鬼になってます。目が武士になってる。もう侍の目になってそのようなことはないだろう。ないだろう。愚か者の目がこのということは、ということは2位、3位、4位の壁にドラゴン、ユミちゃんは接戦だ。そうですね。メメオ君がやっぱぶっちぎりだ、うん、でパーマと俺はぶっちぎりだ。ところで、このパチオ、あのドベの、今日のドベの温泉は、うん、だから、うん、リュウちゃん、え、温泉プレゼント、リュウちゃんからです。ということで、今回の再会ドラゴンから宝泉寺温泉、木の里、山の湯のペア宿泊券と、熊本県にある勝負神加藤清正公を祀る加藤神社で必勝祈願した番組オリジナル勝ち猿くん T シャツを1名様にプレゼント。はがきに住所、氏名、連絡先とキーワードを明記の上、ご覧の宛先までふるってご応募ください。それではパチオ、気になるキーワードをお願いします。触ってごらん、ウールだよ。なんだって触ってごらん、ウールだよ。触ってごらん、ウールだよ。そう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 。お書きの上、そうそうそう、ね、キーワードはね、触ってごらん、ウールだよ。めんどくせえ。これを書いてお送りください。はい、ね、いやー、しかし、まあ、今回も楽しい対戦でしたが、はい、で、まだ耳寄りの情報があるんだろ。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 我々はまたこのハロー店に25日、はい、同じメンバー、はい、同じ台で、で違います。そう、最後は間違いない。最後は間違いない。また同じメンバーで、はい、ここハロー店でやりますので、はいはい、ぜひ皆さん、はい、一緒に来てみて、いかに俺が怒っているか分かると思います。だってほら、地域の人たちもね、参加していただいて、おっしゃるとおり、ね、で、あの、ご自分のね、業種とかをね、PR していただくと、PR できるね、ことで、ぜひとも参加してください。だから一緒にとにかく番組作りを楽しんでいただければなと思ったですね、はい。というわけで、今週はこの辺でおやすみなさい。おやすみなさい。この番組は、ベルエアグループとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。